あなたは何か誰かのためにをやって、それで何がもらわずというのを、まあ、あえて何も人にもらわずに何かをやったりしたことがありますか？レシピの皆さん、おはようございます。本日みんな紹介したいのは、正解のルールを使って対人恐怖症を脱出できる、内向的であなたでも全然使えそうなルールなんですけれども、中学生と小学生と中学、まあ、高校生もそうなんですけれども、いつも先生とか、まあ、先生じゃないけど、でもその雰囲気に合わせたからこそ、何が起こったかというと、僕はずっといじめられてるんですけれども、でも優しさというのはあまりかっこよくないから、優しさを見せるはかっこよくないからこそ、自分は一回優しさを見せたからこそ、自分は嫌われ者になった、つまりスケープゴートになったんですけれども、もしあなたスケープゴート知らないなら、こちらの動画を見てください。でそのスケープゴートになったからこそ、自分はだんだんその優しさから離れていた。でも自分の心の中で、自分がなんか優しいにしたい、何も他その人何ももらわずに本当に優しいしたいというのは、自分がそう思っていた。優しくなりたいというのは、どちらかというと、今のゲイリー・ヴィナチャック結構言ってるのは、一番、まあ、世界の一番大事、一番かっこよいのは、かっこよくではなくて、人を普通にもうもらう、何も助かずに、まあ、ただ自分のマイペースで生きるではなくて、あくまで人を助けることは一番かっこいいと彼は思ってる。僕もそうなんか思ってるからこそ、他の人に引っ張るからこそ、他自分にも引っ張れるというのは当然だと思います。では、どこで僕はもう本当に10年、15年間以上ですね、ずっといじめられて、その優しさを何か見せらずに、ずっとその優しいは悪いと、まあなんか自分がなんか、これは、この思いはなんか自分の頭の中で叩き込んだというのはちょっとわかるようになった。でも自分は対人恐怖症のせいでほぼ自殺未遂になったというところ、自分のコーチは僕を助かってくれた。どうやってからは助かってくれたかというと、いろんな自己啓発の技を僕に教えてくれて、いろんな僕もいろんな体験して、いろんな挑戦もしたこともあって、でちなみに自分は今そういう対人恐怖症に乗り越えたからこそ、現在はいろんな人にも自分のミッションにしたのは、700万人を世界中で対人恐怖症から脱出させるという自分にミッションにした。だからこそ、もしよかったら下の概要欄で自分のウェブサイトが貼ってあるので、そこでも自分とのコールもスケジュールできますので、または個人メッセージでも結構です。で自分は対人恐怖症になったんですけれども、そのコーチのグループに入って、でそのグループと一緒にいろんな挑戦して、でその挑戦したからこそ、僕はいろんな、まあ、成長したというか、まあ、その優しさという挑戦もあったんですけれども、自分は思うのは、優しさは鏡のように、鏡の方程式なんですけれども、その鏡の方程式は、もしあなたは誰かに優しさを投げると、まあ、その人じゃなくても、必ずしもその人ではなくて、他の人からその優しさは10倍とかに戻ってくるというのは鏡の方程式なんですけれども、もしあなたはその方程式を本当に自分に使いたいと言ったら、やっぱり1日にも本当に1回でも優しさやった方がいいだと思います。だから今日はあなたレシピの皆さんに、こういう Prepare to fight. 優しさというの挑戦を挑みたいと思います。もしあなたはその挑戦に乗るなら、下にははい僕とか書いてください。あるいはね、こちらのポールでもはいかいいえとマークしてください。で僕はあなたに投げるの挑戦は何かあるかというと、1日で1回、まあ1ヶ月じゃなくて1週間でずっと優しいものをする。本当に何もその人からもらわずに、これも思いかけずずっと自分ね、優しさを
優しさをする、もう小さなものでもいいです、小さなものでもいいです。例えばおばあちゃんはね、こうね、横断歩道をクロスしたいならそのクロスを助けるというのも全然優しさですけれども、まあ普通にドアを開いてもいいですけれども、もしあなたは対人恐怖症であまり家に出ない引きこもってるの方だったら、普通にあの嫌いとか死ねとかではなくて、あのなんか小さいの YouTuber でも他の人にも、ここ、ああこれはいいですね、あここではちょっとねもっとよくできるよって、これはやったらもっとよくなるのよって、もっとサブスクライブをもらうよって、こういうな提案とかは投げかかってたりするとも優しいだと思います。どちらかというと今はオンラインで、オフラインだけじゃなくてオンラインでもこういう優しさを毎日できる、病気な人でも本当にもうほぼ死にかけてる人でもその優しさを投げかけるというのも現在には可能になったからこそ、それをやってみてください。僕はこちらの動画毎日をアップロードしますので、では次の動画なんですけれども、明日の動画ですね、明日の動画は僕は ある技を使って対人恐怖症を乗り越えるというような技になりますので、もしよかったらこちらのチャンネルに登録と通信バトンお願いいたします。またはそうですね、あなたはまだ対人恐怖症を乗り越えない、そして自分ともあまり話しかけたくないというんだったら、もしよかったらこちらの動画はあなたの対人恐怖症に役に立つかもしれません。レシピの皆さん、僕はこちらのチャンネルは何かがするかというと、大体は自己啓発や心理学を使って対人恐怖症、怠慢対策などを乗り越えるというの企画は多くて、または僕もビジネスにもについても語ります。特に Facebook マーケティングについて語りますので、もしよかったらこちらの、その間でこちらの動画をご覧ください。では次の動画で会いましょう。